おはようございます。土曜朝の気分は上上。カムイのひろです。よろしくお願いします。はい、この番組がどういう番組かと言いますと、私たちは自分の夢に向き合っている夢人です。だからこそ、同じ夢人にエールを送りたい。夢人の情報を発信し、夢人同士をつなぐことで互いに高め合って夢を実現していく情報番組です。はい、ということで、はい、はい、2回目始まりました。第2回でございます。はい、ありがとうございます。ということでですね、1回目どうでした？いやー、実は緊張してた。あー、実はね、平然なかもしれない。今は緊張してない？もう緊張してない。そうマジか。飛んだ度胸してやると思って。いや、なんか、はいはいはい、おしゃべりだけはあったけど、うん、ずっと顔つってるってまあまあないなって思って。確かに、まあ、ライブ中はそうやけど、うん、なかなか1時間もずっと顔映ってることってなかったなと思って、ちょっと後で改めて感じた。もうやべえなと思って撮りながらずっと顔こんな感じで張り付いてたかもしれない。いや実際ほら、こう例えばこう喋ってる時にさ、うん、どこ見てるとかって結構見えるからね。そうなんですよね。で、それを確認してなかったなと思って。ああ、なるほどね、なるほどね。今回のね、ちょっと裏話で言ったら、カメラの横で自分の画面見れるようになったんですよ。多分そっちばっかり見てる。なるほど。多分カメラ目線あんまないかもしれない。いやでもね、そこを見てるってことはカメラ目線になってんねん、大体。大体ね、あまり逆にカメラ見すぎたら違う時ありますよね。まあ、写真撮る時とかもなんか、ちょっとずれてないみたいな。だから、映画撮る時絶対やったからのカメラ目線なんで。誰に向かって喋ってんのみたいな。俳優がカメラ目線やるんで、一番最悪や。でもね、ほんまね、慣れてへんやつやりよみたいな。決め顔みたいなね。違う、カメラの位置確認しようのチラッと見ても、ああもうそれで終わりみたいな。お前今見たやろみたいな、終わりっていうのが。確かに。まあそういうことがないようにね。頑張りましょう。映画を撮るときはね。これはしかカメラ見て。まあ、そう、番組の時はカメラ見ないで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ということでですね、はい、今日は4月の13日でございます。はい。半ば来ました。半ば来ましたよ。もう半ばですか。はい、もう月半ばでございます。はい、それでは4月13日はどんな日なんでしょうか。はい、ひなの今日は何の日。4月13日はい、花キューピッドの日。おー、はいはいはい、うん、はい、全国どこからでも届け先近くの加盟店を通じて新鮮な花を送ることができるサービスですね、うんうん、花キューピッド、はいはい、手軽に花を贈ることを世の中に広め、うん、全国の加盟店による手作り、うん、手渡しの 花贈り文化を創造してきたそうです、うん、なるほど。で、2023年で、うん、もうサービス開始から70年だそうです。70年？マジで？昭和28年開始みたいです。そうなんや。はい、で、これまで以上に花を贈ることで、はい、癒しや感動があふれる社会を目指す、うん、ということだっていうことで、70年、使ったことある？いや、ちょっと初めて聞いた。マジで？花キューピッド知らんの？お花を贈るっていうことを、贈られることはあってもな。まあ、なんかね、こうそのアイドルしてたから卒業するときにとかはあったし、うん、その卒業式とかで花一輪とかはあったけど、うん、花贈る、まあ、母の日にカーネーションあげるとかはするけど、うん、普通にお花屋さん行って買いに行ったりとか、あるよね、うん、だからこの花キューピッドっていうシステムちょっと初めて聞いて、あ、そう。なんだって思って正直。あのね、僕一応こう見えても社会人やってたんよ。うん、社会人やってた。やってたんよ。あの社会人で会社勤めてた。あの会社でさ、ほらお付き合いのあるところに、うんうん、なんかあの、まあ、例えばご不幸があったとかで、うんうん、朝礼を送る、お花を送るとかっていろいろあったりとかする。お祝い事も、うんうん、でそういう時にやっぱ花キューピットとか使って、うん、だってあの大阪府内でも使うけどね、うんうん、でも東京のなんかお店をオープンしたとかっていう時に送るとかっていう時はあの大阪のお店に言うても大阪から持ってかれへんか。確かに確かに。だから、花キューピッドを使って、こんなぐらいの大きさでこういうやつを入れてもらってみたいなのをお願いしたら、あの向こうのお店でそういうのを見つけてきたっていうサービス。なるほど。でね、これね、実はね、まあ、僕はあのこのページを読んでるんですけど、実は、うん、あのこれなんとね、終戦直後に、うん、あのアメリカ軍の兵士から、うん、
そういうのをどこそこに送ってくれっていう依頼が来た、うん、ところがアメリカではもうすでにこういう花キューピットみたいなサービスが戦前からあったらしい。でも日本にはなくて、うんうん、で、言われたお花屋さんがじゃあその日本全国の8カ所ぐらい の、うん、あのお花屋さんに、うん、ちょっと声かけて、うん、こういうのやれへんかっていうのをやった結果今のこう、うん、でも全国どこにでも花お花が届くようなシステムに今なってるらしい。みんなとかどうやってお花を送るんやろってちょっと正直思って花屋さんに電話してとか近くのお花屋さんに電話してんのかなと思ったけど、だから花キューピット加盟店っていうなんかあの、うん、看板あるやん、そこ行ったら行ける、うん、なるほど。そうなんです、すごい。なかなかでもお花送るってないもんね。まあそうやな、だいたいあの夜のお仕事の人がだいたいあれやからねまあね、夜のお仕事とか、そう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 、夜のお仕事やら、うん、あのまあアイドル関係とか、うん、そういう人たちはまあお花とかね送り合ったりとかあるかもしれないけど、うん、普通一般生活をやっててお花を送り合うってまあね、あのカーネーションをお母さんに送るとか、うん、なんか、うん、まあ、好きな人にお花を持っていくとかあるのかな、やんのかな、それ最近やってるのかとか全然知らんけどえ皆さんやってるんですかどうなのか、もしあれやったら、まあ、コメント入れてください。こんなことで送りましたみたいなのね、あったらぜひ、ね、コメントください、よろしくお願いします。はい、そしてもう一つですね、はい、喫茶店の日、うん、はい、うん、1888年、はい、明治21年の4月13日に、はい、東京上野に日本初の本格的なコーヒー喫茶店が開店したそうです、うんうん、上野なんだやっぱりそうです。へー、1階がビリヤード場、2階が喫茶室、なるほどなるほど、2階建ての洋館で、はい、1階ではビリヤードの他にトランプとか囲碁とか将棋ができる。コーヒーは明治の文明開化に花を添えるハイカラな飲み物として、うんうん、特権階級の人々の間で人気があった。なるほど、そうですね、はいはい、まああれですよね、うん、いわゆるカフェってやつよね、そうですね、その昔で言うね、うんうんうん、であのカフェっていうのはね、あの大人の社交場やったの、うん、でこれね、これねカフェの給仕、まあ、要はメイドさんみたいな格好してはる人ですよね、うんうんうん、この人たちがすっごい人気がある。あ、もうまさに今のメイド喫茶みたいな。なるほどね。いやほんまにそうやね。その時はじゃあそのお給仕するいわゆるメイドさんみたいな方はもう本当に人気なかったんですよね。そうそうそう、 であのそういう人たち、まあ、いわゆるホステスさんみたいなもんなんだ。だからもうそういうそのホステスさん めがけてきてるおっちゃんとかで、当時コーヒー高いからね。そう、なんか一般の人とかそんなあの簡単に飲める金額じゃない。めっちゃ高すぎたって書いてる。そうそうそう、高い。お蕎麦の 倍以上するって書いてるなんかめっちゃするって書いてる。あの森なんか何なんかよう分からへんけどまあまあいいけどさ、うんうん、だからあの割とねそんな気軽に飲むとかっていう世界じゃないので、うん、割とねあのリッチマンがあの社交場として活用してて、うん、でそのメイドさんみたいな人があの実はビリヤード場でもビリヤードを教えたりとかしてて、あのほんまにそのメイドさんの取り合いみたいな。じゃあ大人の社交場やったはずですよ、当時、はい、明治の。それが今はこんな感じでね、美味しく楽しめるようになって、今日はそのね、今はこの大人の社交場であのスタジオ代わりにやってますからね本当よ、はい、そんな感じでございます。そんな日でした。はい、はい、ありがとうございました。はい、では、次のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、次がですね、来ましたよ、映画紹介コーナー、はい、シネマどんぶり、はい、来ました、どんぶり、はい、どんぶりでございます、はい、第2回のシネマどんぶりはですね、はい、今日はですね、映画、これすごいよ、はい、この多分ね映画タイトルの中であの一番短いタイトルが、タイトルが短い、はい、映画の中で、映画つつつに一応丸つく、つ丸っていうね、映画なんですけど、はい、の監督のですね、はい、猪瀬優監督にですね、はい、インタビューをさせていただきました、はい、まあ、どんな映画かも含めてまずは、予告編とインタビューの方をご覧ください。それではシネマドンブリ。やっぱりお前スカンは。なんかすいません、忙しいところ話しかけて。私が悪いと大体から100点満点だけお小遣いよろしく。お前は 57% の可能性しかなかっちゅうことだ。こっちから見ていい？ええー、っつって
ここにあるのは自給自足、自己責任、そして自由、まあそんだけだよ。マジイカれと。やっと呼吸ができた感じ。間違えたくないやん。その自分が選んだ道が違ったりして。生きるって何ですかね。それでは今日はですね、映画2の監督でいらっしゃいます猪瀬優監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。まずですね、監督からですね、はい、この作品2について簡単にご説明いただけますか。そうですね、今回この映画2というものなんですけれども、内容のだけの話を言うと、本当高校3年生の劣等感にまみれたお兄ちゃんが主人公の、言うたら青春映画なんですけれども、なんか青春映画っていうとキラキラして葛藤に打ち勝って何かを勝ち取るっていうのが青春だと思うんですけど、僕の中でちょっと青春で違くて、逆に傷ついてボロボロになって全部失って空っぽになるのが僕の中での青春だったんで、どっちかというとそのキラキラしてない青春のお話で話を進めてます。はい、そうなんですよね。ものすごいリアルな高校生活を描いてはるなと思って見てたんですけど、割とさらっとやんちゃなことをやってる子どもたちが出てるっていう感じの流れになっていて、でそこに主人公が違和感を感じながらずっといるみたいなところがすごい際立って見せられてる感じの作品になってたんですけど、これでも佐賀なんですよね。はい、佐賀です。全部佐賀です。なんで佐賀やったんですか。きっかけは、まあ、僕のお母さんが佐賀出身 で、はい、で僕が生まれた場所も嬉野病院っていう佐賀で僕自身が生まれてるんですけど。そうなんですね。嬉野やったんですか。そうです。生まれた故郷っていうのもあるんですけど、うん、まあ、それこそ本当 7,8 年前に、あの佐賀の小さな本当写真館晴れの日さんがあるんですけれども、はい、そこと一緒にあの佐賀の PR 動画を作ろうっていうのがまずあって、まあ、それが当時あの流行ってたララランドをもじったサガランドっていうのを3分ぐらいの作ったんですけども、はい、まあ、それが第一弾として、あの落ち着いて、でその後でまた晴れの日の笠原さんからお話いただいて、もう一回なんかやろうよって言った時に、僕としてはじゃあ次はぜひ映画を撮りましょうっていうところから発足したプロジェクトですね。で今回なんか特にものすごい映像が綺麗なんですよ。ありがとうございます。めちゃめちゃ映像が綺麗で、どのカット撮っても綺麗で、何より僕一番なるほどって思ったのは画角なんですよ。あの横長のもう映画サイズで撮ってるっていうところが、まずすっげえこだわってるなっていうところを感じていて、すごく意識しましたね。やっぱり今の時代ね、 YouTube で見れたりテレビもある、ネットもある、ね、言ったらもっとインスタでもっとちっちゃい映像もあるって言って、映像に触れる機会って多いんですけど、やっぱ僕の中でやっぱ映画って特別な力を持ってるって、まあ、僕自身が信じてるのもあるし、はいはい、やっぱりそのね、大きなサイズで音に囲まれて、はい、見知らぬ100人と一緒に見るって、あの特別な空間、はいはい、で一番、ね、やっぱこっちが思ってるのって、あそこで化学変動を起きるのを待ってるじゃないですか、はい、なんか一人で、ね、はい、パソコンで見てるときは何も感じないものが、はい、なんかしないけどあの空間で隣の人がやり始めたのに参加されて行っちゃうみたいなのとかってあるじゃないですか、はい、どう100人の人を同時に感情を動かすかってのを狙ってっていうのはやっぱり根本的に今回あったんで、もう絵が美しいっていうのはもう最低限のところでやりつつ、あとはどう、そうですね、その100人がどう同時に気持ちが動くかっていうところを挑戦してったのを意識してましたね。そこはその辺を意識されてるんだろうなって、ね、絵作りの中からものすごく見えたんですけど、はい、ありがとうございます。すごいね、今回の作品の中で一番大事なことが一つあると思うんですよ。このクエスチョンを外したら絶対あかん質問があるんですけど、はい、タイトルの2、はい、これ2って九州弁でかさぶたって意味ですよね、はい、僕奥さんが長崎の人なんで、はい、あのつっていうのがかさぶただっていうのはたまたま知ってたんで、佐賀で撮った作品って聞いた上でつやから、あ、こうかさぶたって意味なんかなと思って見たら、映画の中で一言もつも出てこなければかさぶたも出てこないっていうね、これなんかこう監督の思いがあるんですよね。あえて言葉ではそうですね、映画の中で一言も言ってませんし、タイトルの説明もしてないんですけど、うん、主人公の姿を追っていただければこのタイトルがベストって分かるぐらい、主人公が傷ついて復活しようとして、またさらに傷ついてっていう、そのもう傷だらけになっていく主人公っていうもので、はい、なんだろうな、このタイトルを体感してほしいというかっていう思いで、あえて説明を省いたって感じですね。このだから主人公が抱えてるものとか彼が体験することとかっていうのが、
これどっから出てきたんかなってすごい思って見てたんですけど。まあそうですね、もう今回ね、やっぱこの映画を作りに行っていろんな脚本のアイデアとかありましたけど、はい、やっぱ今回僕自身が劇場、一般劇場公開初作品ってことで、言ったら僕が誰ですかっていうこともありますし、はい、皆さんにこれお届けするのか、これ誰が作ってるのと、はい、といったところで、やっぱ自分自身の心の底で今までこう触れないでいたところをもう一回掘り起こしてストーリーと向き合ったっていうのがあるんで、もう本当素直に言っちゃえば、もう僕の人生をギュッとしたものを全部詰めてますみたいな。だからそれ言うと、その青春映画って僕言いましたけど、僕の青春は輝いてなかったんで、だからボロボロの青春のストーリーになってるんです。、はい、僕自身がもう劣等感の塊で逃げて、で傷ついて、でもやっぱ心のどっかでは、いや俺は特別なはずみたいなのもあり、どっかのタイミングで、あ、自分が特別じゃないんじゃないんだって知った時の諦めるっていうか、ただ諦めるってまた言葉も悪い、諦めるっていう感じで言っちゃうとネガティブですけど、はいはい、明らかにするってことでもあるじゃないですか。あ、なるほどなるほどなるほど。自分が何者でもってことに気づく、うん、でも何者でもないってことは、うん、何でもできるってことでもあるっていう、そこにたどり着くためにはボロボロになって全部失って空っぽにならないと僕は気づけなかったんで、なんでそういう話にはなってますね。それがね、感じてもらえるとすごく嬉しいし、ちらっとさっきちょっと打ち合わせの時にお聞きしたんですけど、はい、これ見に来た人の反応ってどういう感じだったっていうのあったじゃないですか。はいはいはい、バキンです。いいんじゃないっていう人は少ないです。うんうんうん、好きです、あのシーンが刺さりました、あのセリフが忘れませんか、嫌です、受け入れられません、分かりませんの、もうラブかヘイトしかないです。で、ラブの人は本当この間東京でね1週間上映した時に、はい、本当3回見に来てくれた。だからその人の話を聞くと、やっぱりそのね、自分自身が何年か引きこもりをしてて、うん、逃げることが染みついてた時期があって、でこれを見た時にすごい共感できて3回も来ましたっていう人も いれば、一方で佐賀のダメなとこしか入ってない映画だと思って、うん、僕はちょっと無理ですっていうやっぱ人もいたんで、はい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 、はい、本当引っ張り分かれますね。ダメなところっていうことで言うとね、あれが最後のダメなところなんだっていうことは、それだけそっぽ向きたくなるぐらいリアルなものを作っちゃったんですよね。まあでもそうですね、うん、そういうことだと思います。もうブサイクながらも突き刺さるもの、突き刺さるものっていうところに今回特化したんで、だからこの映画自体の構成がドラマパートがあって、アクションパートがあって、はい、でドキュメンタリーパートがあって、はいはい、っていう構成では作ってるんですけど、はい、どこかでありそうでありえないし、いやありえないと思っても、でももしかしたらみたいな、なんか不思議な世界観の雰囲気を醸し出せたなっていう狙いもありましたし、どっちかというと今この瞬間すごい幸せを感じてる人には刺さらないと思います。この主人公の通が何かっていうところなんですよね、ポイントはね。これだからあえて言いますけども、監督自身の巣をガバッと引っぺがして、そうですね、血を流しながら作ったっていう感じですよね。そうですね、僕が自分で目を伏せてた心の奥底にある劣等感を、うん、まあ実際僕弟がいるんですごいできる。だから言ったらやっぱそこなんだ、やっぱそこなんだ。お、佐賀を舞台にしてやってるんですけど、はい、結局は僕を投影してる部分がもう本当8割というか、それで言うとこの前半パート、高校時代っていうものを描いてて、で全てを逃げ出して山に逃げるんですけども、この主人公、はいはい、僕の場合は日本に18年間いて、はい、日本で行く先なくなっちゃって、僕は海外に逃げちゃったっていうだけなんで、なるほど、逃げ先が海外か森かっていうだけで、はい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 、その森パートでは僕が海外で結局10年間生活したもののをギュッとして詰め込んだっていうのが山の世界。なるほど。映画の中も。これ本当にね、この作品ね、純粋な劇映画として見ると途中でいろいろと混ざってる部分があるんですけど、でもこの混ざってる部分をどう見るかが全すごいキーで、劇映画のヒントがその混ざってる部分にすごい隠されてるので、はい、ここをね、ぜひ見ていただきたいですよね。そこここに実は監督がかさぶたを引っぺがしたところが描かれてるところだったりとかすると思うんで、いっぱいあります。いっぱいあります。僕が親父に言われたセリフそのまんまのことを描いてるシーンもありますし、ね、これね、見てもらってから言った方がいいやつやと思います、それ多分。そうしました、今は言わないときましょう。そう多分ね、見てもらった後でぜひ舞台挨拶に来た監督がどこか分かりましたかっていう質問で。そうしましょう。そうする、僕4月の13日の大阪行くんで。ああ、じゃあぜひぜひ。行きます。はい、舞台挨拶行くんで、はい、この時には。
じゃあこのインタビュー見た方は一体どの部分が監督が本当におやすさんに言われた言葉なのかっていうのをみんな見ながらその終わった後にその答え合わせをしようという感じで、いいですね、はい、答え合わせたいですね、ぜひ、はい、そんな答え合わせができれば嬉しいなと思うんですが、最後にですね、見てらっしゃる方に監督からメッセージをお願いいたします。はい、そうですね、僕の中で映画っていうのは一つの言語だと思っていて、僕の思いを映画というものを通じて見てくださってるお客さんとコミュニケーションを図るものだと思っていて、まあ今回そうですね、先ほども言いましたけども、そのドラマパートがあって、ドキュメンタリーパートがあって、アクションがあってっていう構成にはなってますが、まあそのどこかで何か89分がたとえつまんないものとしても、どこか1分1シーン1セリフ表情みたいなのが深く長く刺さればいいなというふうに作っている僕の初めての作品なので、ぜひ劇場でご覧になってください。僕も13日行きますんでよろしくお願いします。はい、ということで今日ですね、映画2の、監督でいらっしゃいます、猪瀬優監督にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい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 、こんな感じなんですよね。いや、まさかのかさぶた、はい、あ、そうなのよ、つってね、でもずっと、うん、つってなんやねん、つってなんやねんと思いながら、うん、なんか大津のつなんかいとかね、なんか思うよね、つの意味をね、うん、ずっと考えてて、うん、なんかこうちょっとこう主人公がやっぱりこう荒れてるから、うん、心の死みたいな、楽な子ね、おうおう、だからつをあえてこう死やけど、死って顔してるってこと、そう、だからなんか死こういうこと、どっちか死かを、おうおう、そのままにしたらちょっとグロテスクになっちゃうから、あえて倒してツーみたいなのにしたんかなとか、変なこと考えるぐらいにタイトルがすごい複雑すぎて何のことか分からなかったわけで、いや、だから俺はこれ監督に言ったのは、ツー、うん、が何かは説明した方がいいと思うっていうのはじゃないと、それ知ったらもうちょっと入ってくるから、そう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 、2度目を見ようってなる、なんか、いや、でも一応資料とかにはね、かさぶたって書いてあるんだよ、資料とかにね、あ、なるほど、ちゃんとね、あ、よかった、知らなかったら私みたいになんか意味わからんこと考えちゃう。まあでも映画の中では一切言ってないので、うん、そう、映画しか見てない人にとっては意味わかんない可能性あるんですよね、うん、だから、まあ、事前にね、ツーってなんかさぶたなんだっていうことは聞いとくとね、うん、また映画の見方が変わってくる、そうですね、もっとこう深く、そう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 、理解しながら、おっしゃってたように、うん、猪瀬監督の、まあ、本当に向き合いたくなかった、うん、もうずっと封印してた過去を、うん、掘り起こして、で脚本に落とし込んであるっていうことなんで、まあ、見応えは十分ありますし、何回も言ってましたけど、僕は、ね、映画めちゃめちゃ綺麗なんですよ、うんうんうん、で構図ものすごくバッチリ切ってあって、うん、絵として飽きることはまずない、そうですね、うん、なんかそういうとこあんまり分からへんけど、うん、すごいずっとでも綺麗で、うん、なんか見やすいというか、うん、これちなみにこの猪瀬監督のシン・ゴジラの助監督やったんですよ、ね、どう、で海外も含めていろんな CM をだから日本だけじゃなくてね、海外とかでもいろんな CM を担当されたりとかしてやってらっしゃるので、技術力はものすごくあるんですよ、まあ、だからそんな方の初めての長編作品、うん、そうなんですよね、だから皆さんぜひですね、 その初めての方が、うん、もうある意味自分の人生をぶち込んで作り上げてる作品だったりとかするので、うん、まあ見ていただきたいです。これね、あとね、もう一個ね、面白いのがね、これインタビューの中では全然触れてなかったんですけど、全編佐賀弁。そう。佐賀弁なんです。で、これ多分海外とかに持っていくようにしてあるんだろうなと思うんですけど、うん、英語字幕がずっとついてるんですよね。そうなんですよね。で、きつい佐賀弁きつすぎて意味わからんとき、英語見て、あ、こんな意味ないみたいな感じで、ちょっと見ると英語勉強にもなる。そう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 、見ると、あ、なんとなくわかるみたいな感じなんですけど。うん、まあ、九州地方の人が見たら大体意味は分かるだろうし、うん、まあ、それ以外の方が見ても、まあ、そんな難しくはないかなと思いますけど、癖強すぎることはそんなになかったですね、ないですないです、割と分かりやすい佐賀弁だったと思います、ねね、うん、もっと分かりにくい言葉いっぱいあるから知ってるぞ、ほんまもんの、うん、佐賀人なり九州人がもうそのまま喋ったら本当わけわかんないから、うん、多分ツーみたいなのがいっぱい出てくるからですねそうそうそう、ツー何、うん、そんな感じですね。俺も嫁さんに教えてもらったのつって、うん、なんかつができてるやんって言われて、つってなんやねんみたいな、ってこれつやろ、つ、いや、え、つかさぶたいいのは一言でつ
何それみたいな、そんなんが長崎弁にもいっぱいあるし、うん、あのまあ長崎と佐賀って隣なので、うん、近いですから、子供も近いですから、はい、はい、ということなので、これがですね、13日から、うん、シアターセブン、はい、で、26日からアップリンク京都で、公開、されますので、ぜひご覧になっていただきたいですし、今日です、今日です、うん、今日、まあ、昼の部なんですけど、実は、猪瀬監督の舞台挨拶でございますので、はいはい、私も、今日駆けつけたいなと思っておりますけれども、はい、もし皆さん、シアターセブン行かれましたら、どうしたら僕いるかもしれないので、また声かけたってください。はい、はい、ということで、今日は映画2の猪瀬優監督のインタビューでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では行きますよ。次は、中之島映画祭情報、西野さんです。よろしくお願いします。はい、西野さんです。よろしくお願いします。はい、さあ、第2回目でございます、はい、中之島映画祭情報ですけど、今日はどんな話で、ね、うん、あの前回ちょっと緊張してあまり喋れなかったんで、みんな緊張しとって、まあはい、あの中之島映画祭っていうのはどういう映画祭かっていうのをもうちょっと詳しく話したいと思いまして、中之島映画祭は、うん、あの中之島公園、大阪の中之島公園一帯で行われている中之島祭りというやつを、はいはいはい、企画の一つなんですよね。そうですね、はい、で中之島祭りというのはもう51回なんで、うん、もう半世紀以上続いているお祭りで、はい、で大体来られるお客さん数ちゃんと数えたわけじゃないんですけど、うん、あの USJ にも買ったことがあるという、そうなの？そうなんです。マジで？はい、すごい警察発表ですけど。ああなるほどなるほど、はいはい、だからそういう中でやってるので、うん、まあ言ったら中之島祭りがね、そうです、祭りがね、中之島祭りですよ、はい、あの、うんうんうん、中之島祭りがそういうのやってるので、うんはいはいはい、その中の映画祭ですので、うん、やっぱり見る人がほとんど自主映画見たことないっていう人が多いんですよ、うんうんうん、でこれあのそうそう、なかなか出てきてないからあれなんですけど、あの中之島にある中央公会堂、そう大阪市中央公会堂、うんはい、あそこの大ホール、大公開、大集会室、マッピングされる、そうそうそう、あの大正時代にあの作られた、うん、あの市民が、はい、を寄付されて作られた、うんうん、要するに市民文化の象徴と言われてるんですけど、はいはいまあ、そ の大集会室でやってるんです、うんうん、でその大集会室ってなかなか入ることができないので、ないですね、はいまあ、こういう時にあの、うんその大正ロマンを感じさせる会場を見ていただくっていった意味でも入ってきて、うんはい、でその人たちが初めて自主映画に接して、うん、おもろいやんって思ってもらえたらいいなという、うん、そういう映画祭です、はい、でそういう一般の人ですからね、うん、あのアンケートをいつもさっき言ってるんですけど、なかなか辛辣でございまして、はい、おもんないとか、ようわからんとか、いうのもあるんですけど、逆に、めっちゃ感動しましたっていうのもありますし、あのそういったアンケートのね、あのお客さんの声を、あの監督さんに全部送ってるんですよ。はいはいはい、でそれがある意味励みにもなりましたというのもあって次回作にもつながりますとか、でまたあの中之島映画祭でまあ監督さん皆さん来ていただいて交流会とかするんですけど、でそこで仲良くなった監督さんと次回作やりますとかいう話を聞かせてもらうと、もうすごく我々としたら嬉しい限りなんですよね。僕だってあれですもん、あの中之島映画祭の後の懇親会で初めて広山琴葉と喋ったんですよ、うん、あの今夜新宿で彼女が、はい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 、あの中之島では賞もらってたっけ、なんか分かんないけど、いや入賞はしてた、入賞はしてたかな、なぜ中之島映画祭グランプリ1本だけなんで、そうなんですね、はいはい、でだから その時にあの山田監督と一緒に懇親会来られてて、その時にちょっと喋ったのが実は一番最初なんですよね、うん、はい、ですから本当、うんまあ、新しい才能といいますか、うん、あのいうのに出会える場にもなったらいいなと、うんはい、でさらにそのことで実施映画がもっともっと盛り上がって、で、まあまあ、入場無料でやってますけども、はいまあ、それで見て実施映画面白いやんってなって、うん、あの他の映画館とかに行って実施映画を見て、うん、見たいなっていう人をどんどん増やしていきたいと、うん、いやいやいや
本当にそうなんですよね、はい、だから、まあ、あの中之島映画祭が年に1回開かれている映画のお祭りということでのその自主映画との接点だとすれば、まあ、今あの、ね、あの谷町にあるこの間も番組やってた、はいはい、マテリアル谷町ね、マイクロシアターマテリアル谷町はもうまさにその自主映画をねずっと上映しているスペースだったりとかもするんで、うん、まあ言ったら中之島映画祭でやってたやつがあそこで流れたりとかすることもね、はいはい、ありますからね、まあ、なのでぜひぜひ、自主制作映画ね、っていうのにも皆さんね目を向けていただいて、はい、あの自主制作映画だったらなんかしょぼいっていうイメージがあったりするんですけど、うん、今そんなことないですからね、うんうん、本当に面白いです、はい、あの一般の映画ではできないこともやれるのが実写映画だと思ってますので、うん、ぜひその面白さに気づいてほしい、はい、そのためにも5月の3、4、5長野島映画祭で実写映画に触れていただきたいなっていうのが、うん、はい、はい、お願いします、はい、はい、ということで、今日の中之島映画祭情報でした、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ということで、夢人情報でございます。はい、はい、今日は、どんな情報がございますか。今日は、はい、先週に引き続き、はい、星座の話しますもうそうね、まあ、そうね、まだもうちょっとやからね。そう、19日解禁、そうなので、あと6日を、うん、まあ、1週間もなきたかな、はい、ぐらいなんですけど、はい、まあ、さ先週も言った通りね、うん、バーを貸し切ってなので、はい、こう50人、100人来てくれとかっていう話はできないので、ね、まあ、競争にもなるかもしれないんですけど、はい、行きたいっていう気持ちがあったら嬉しいし、うん、嬉しいし、うん、嬉しいので嬉しいんや、はい、そう、まあ、お祝いしたいなっていう気持ちがすごい嬉しいので、はい、伝えさせていただこうかなと思います、はい、5月の19日日曜日、予定では18時スタートとなっておりますが、うん、はい、場を貸し切って百瀬ひなの生誕オフ会をさせていただきます。はい、ね、価格はね2000円で入れます。マジか、安いな。その代わりバーなので一緒に飲もうぜってことなので、いっぱいお酒を飲んだり、あのヒンナーの、ね、はい、生誕ボトルなんかも用意しちゃったりするので、うんうんうん、7日生まれにちなんで7777円でご用意させていただきますので、はい、まあ、そういうのでね、お祝いしたり、はい、普通に一杯ずつ飲んで乾杯でもいいので、うん、まあ、そういう風に気軽に楽しんでほしいなっていうのと、店やったらまあいけるやんみたいな気持ちになってほしいのでなるほど。で、先週もお話ししたオムライスは1000円で、うん、っていう感じで、はいはい、ご用意させていただくので、あの母の味だそうです。母の、私の味です私の味です、母が認めた私の味ですなので、まあ、ワンドリンクは必須なので、うん、マックスでも4000円あれば、うん、とりあえず楽しんでいただける。なるほどなるほど。でも、まあ、2000円ワンドリンクで楽しんでいただけるので、うん、ね、あ、2000円にはワンドリンク入ってるじゃなくてプラスワンドリンク、2000円が参加費です。なるほど。で、1000円のワンドリンク、はいはい、でご飯食べたかったら、うん、プラス1000円みたいな感じになっております。それでも、あの事前にお願いしとかなくてね。そうです、ね、ご飯は事前です。そうそうそう、まあ、当日他の人も見ておいしそうなっていうために準備はね、ちょっと多めには準備させていただきますけど、当日 それはケチャップライスですか。ケチャップライス、チキンライスです。チキンライスだよね、ベタにね、はいはいはい。で、あの百瀬ひな流は、はい、上にケチャップとマヨネーズをかけたんですよ。めちゃくちゃ美味しいからもうこれ好評やったらオムライス屋さんするから。おマジかぐらい、マジかぐらい、ビジネスかって思うぐらいね、自分の中でも美味しいなと思ってるんで、はい、それもまあ食べてほしいなっていうのもあるし、普通にまあおめでとうって言いに来てほしいし、まあ、おしゃべりしに来てほしいなと思うので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そちらの予約が4月の10日。そのオムライス写真ないの。写真ね、あのもういいお家な感じなんですけど、こちら、はい、美味しそうね。食べたくなった人は事前にね、できるだけ申し込んでいただいて、はい、よろしくお願いします。以上です。はい、はい、ありがとうございましたはい、はい、まあ、私の方もですね、まあ、前回と一緒です。4月の22日が、灯るですので、はい、これが、マテリアルの方で、はい、19時半から、はい、やっております。そして、4月29日の方が16時から、これもまあショートムービータイムなんで、
16時から、僕だけのフライミートゥーザムーンと、大きな君になりたいの2本立てで、1100円プラス、ワンオーダー制ですね。あのトモロも同じでございます。ぜひぜひご覧いただければと思います。はい、よろしくお願いします。ということで今日はここまでなんですけど、ぜひこの夢人情報、なんか情報を出したいという方ですね、あのコメントいただいても結構です。メッセージもらってもいいし、あの僕やあのひなちゃんとかもなえた西野さんでもいいですけど、あの、メッセージなりメールなりいただきましたらここで僕らが読み上げることもできますし、うん、もしくはね、あのなんか動画撮ってもらって、ね、あの自分で言うても、うん、あんまり長いな、何でもいいです、何でもいいです、もう路上ライブするぜでもいいし、そう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 、今日何時から路上ライブしますみたいなのでもいいですし、あのなんや、あの多分僕の友達の小説家が小説新しいの出しましたでもいいわけですよ。美術品 の絵画とか、はいはいはい、でもいい、あもう全然全然全然いい、個展やりますでもいいし、いいですね、CD 出しますね、ね、こんなお店作りました、あもうもちろんもちろん、オープン何日ですとか、行きますね、はい、ぜひぜひ夢人情報をお待ちしております。はい、よろしくお願いします。あんまり長い動画はやめてねできれば30秒から1分ぐらいにまとめておいていただけるとすごい助かるんですけど、はい、はい、ということで夢人情報の募集もやっております。よろしくお願いします。はい、ということで、エンディングでございます。はい、エンディングでございます。さあ、2回目終わりました。はい、どうでした、どうでした、ちょっと楽になったねいっぱい喋りましたね今日ね。あのなんかあのほらなんか よくわかんないあの質問とかもなかったしな今回あのまあまあそういうのもなかったし、あの落ち着いてできたのかなという気はするんですね。はいはい、まあ、こんな感じでちょっとずつ番組固まっていきますんで、はい、まだまだ僕らあの、出だしのがなりもちゃんとできてるからこれから息を合わせながら頑張っていきたいなと思ってるんですけど、なぜあの、昨日一昨日ぐらいに決まった内容を急にやったりもしてるんで、バタバタしてますけどね。はい、ということで、次は第3回、20日ですね、20日になります、ね、はい、になりますので、20日もまた楽しみにしておいていただければと思います。はい、ということで今日はこれで終わります。ありがとうございました。皆さん上々な日を。